ました。ニールセンの協奏曲、自分自身、今日の私は私でないみたい。練習でもあそこまで会うことはなかったのに。あなたも素晴らしい音色って思ってくれましたか？あら、あのクラリネットの方でしたか？お顔が少し違うような。演奏できて嬉しくてほっとしてしまって。ところで、あの、何かご用でしょうか？アイドルのスカウトですか？スカウト兼プロデューサーさん、勧誘って、まさか私をアイドルに？私の演奏する姿を見てピンときたですか？とりあえずありがとうございます。気に入っていただけたなら嬉しいです。それにしても、私がアイドル、もちろん考えたことなんてありません。私に務まるとも思えませんし、でも人並みに憧れはあります。楽器に頼らずに自分で歌えたら楽しいだろうと、声楽家の方々を見るたびに思っていました。あの、親からはあまり迂闊に人を信じるなと言われています。でも、お話聞かせてもらってもいいでしょうか？だってあなたは私のフルートの音を分かってくれましたから、悪い人のはずはないと思います。